皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。東海道新幹線のぞみがめちゃめちゃ混んでいても、光で帰れば空いてて快適かもよということで、出張してですね、帰り疲れたなと思ってるのに、もう周りぎっしり席埋まってて、なんかもうなんかね、なんか嫌じゃないですかね。なんか酒飲んで帰ってる人もいればですね、カチカチパソコンやってる人もいれば、みたいなことで、そんな時にですね、空いてて帰れる光がの狙い目じゃないかということで、解説していきたいと思います。東京からですね、大阪や名古屋出張に行く際に、新幹線使うことが多いと思うんですけれども、帰りの東京行きのぞみ電車、もうどれ見ても混んでるんですよ。私、昨日ですね、大阪から帰ってきたんですけれども、新幹線で、もう7時台とか6時台、夜の6時、7時、8時台とか、もう10分おきとか20分おきにのぞみあるにもかかわらず、もうどの列車見てもですね、もう真ん中の席しか空いてないみたいな、もう全部他埋まってると。なんか30分先にしても、なんか40分先にしても、全部もう、空いてるのは、もう3人席の真ん中の罰ゲーム席しか空いてないという、そういう状況になってるわけですね。なんだこれはと思ってたらですね、なんかめっちゃ空いてる電車あるぞと思ったんです。それがですね、私気づかなかったんですけれども、光だったんですよ。光なので、なんでこの電車だけすごい空いてるじゃん、ラッキーと思って撮ったら、のぞみじゃなくて光だったということで、光だとですね、どこの駅に停車するかにもよりますけれども、東京に帰るのに大体30分ぐらい遅くなります。でも、30分遅くなってもですね、もちろんその光の電車や時間帯によっても違うかもしれませんけれども、のぞみで帰るよりめちゃめちゃ空いてる可能性が大です。なのでこれね、狙い目です。これですね、昨日の光、大阪から、大阪7時20分発の光ですけれども、これ見てください。ほとんど客いないですよね。この時間ののぞみって、もう、ほぼ真ん中の席以外、3人の罰ゲーム席真ん中以外はほぼ全部埋まってます。もうめちゃめちゃ埋まって混んでて、でね、もう通路とかもなんか通路側の席の人が狭いから、通路側に足とかはみ出して、なんかトイレ行くのも大変みたいな感じで、で、しかもなんかね、どよっとした空気が車内にこう蔓延してるじゃないですか。帰りで疲れた出張客の、なんていうかね、疲れとだるい雰囲気みたいなので、なんですけど、これ同時間帯の光です。全然いないです。皆さんですね、超ゆったり座ってます。3席をもう荷物いっぱい並べて、パソコン作業ゆっくりしたりとかですね、隣の人気にせずゆっくり寝たりとかいう人います。これ私の席から見た感じですけど、これ見てください。当然私の席にもちろんいないですし、その隣の席にも前の席にもいないです。ガラガラです。のぞみなんて言ったら、この隣にも席がいて、もう人だらけで、で、なんかね、もう本当になんかアホな人いますけど、なんかガタガタ席やったりとか、なんか椅子こう動かしたりとかするじゃないですか。もうそれも嫌じゃないですか。別に隣じゃなくて前後のね、やつも。でも、いないんですよ。これ、もちろん毎回どの光もそうなのかというのはわかりませんけれども、総じてのぞみより光の方が空いてる可能性が高いということで、ほとんど乗ってないのぞみ同時間帯は激混みなのに、光は超空いていたということで、ぜひですね、のぞみ、帰りの電車、のぞみが混んでいたら、光あんまりないですけれども、30分遅くなりますけれども、光の座席をEX で見てみてください。めちゃめちゃ空いてるかもしれないので、で、特に新大阪発の光とかがあったら、多分めちゃめちゃ空いてる可能性大ですということで、ぜひですね、出張帰り疲れたなっていう時にも、隣にも席いて、前後にもいて嫌だなみたいな人はですね、ぜひ光を狙い目にということで、ぜひ見ていただきたいなと思います。